ピリピンのモンデニッシン、ラッキーミー、シュプリーム、ピノイチキン、揚げ麺に粉末スープと火薬、フォークがついています。麺は幅広で太く、うどんのような食感です。やや気泡感があり、舌触りが粗いです。スープはニンニクの香りが全面に出ていて、かなり個性的です。味自体は透明感のある穏やかなチキン味です。ゴモモした具が入ってますが、鶏肉なのか何なのかよく分かりませんでした。小さいのでこれだけでは食事として不足です。